ブレーキペルマスミシー覆面、後端に糸イ,イボがあるクモアモクをピッスシーリはクモ類の海分類群の一つ。アトイボアモクとも言う。内容的にはクモ目モク全体からハラフシグモアモクを除いたものになる。ついでに、読みはモ目と同様に海分になっている。内容的には、トタテグモシ下目とクモシ下目の違いが大きく、共通の特徴を取り上げるのは難しい。その中で、 特にはっきりしているのは、糸イ,イボの位置である。グモ雲アモクのものでは、腹部覆面の中央にあるが、このタグでは、腹部の後端近く、肛門の直前の位置にある。糸イ,イボは、腹部第四節、第五節の付属子に由来すると考えられ、その点では、グモ雲アモクの位置が、本来の位置に近いと考えられる。つまり雲下目では、これが、 腹部後端に移動したものと考えられる。とたて雲下目では普通にタイで、これは腹伏モの第一節。また、舞帽や古い板は第四節。糸イ,イボの位置は糸を出す方向を大きく決めると考えられる。その点、腹部中央下面にあるより腹部後端にある方が、その操作がはるかにたやすいことが想像される。つまり、糸イ,イボの移動は、 クモア目において、より糸を多用する方向に適している。また、糸を生み出す、糸線は、シ伏雲ア目では1種類であるのに対して、トタテグモア目のものでもはっきり区別できる2種があり、クモ下目では4種以上を有する。実際の仕様においても、シ伏雲ア目の原生種とトタテグモ下目の一部のものとは、その生活様式はほぼ同じであるが、シ伏雲ア目のものが、 巣穴の入り口と卵嚢にしか糸を使わないのに対して、トタテグモ類では、巣穴全部に糸を使用し、一部の種はその入り口から、外に向けて、捕獲装置となる構造を糸で作る。クモシタ目ではより複雑な網を張るものも数多い。古典的な分類では、現在のハラフシグモアモクとト,トタテグモシタ目とクモシタ目を、それぞれアモクとして平置した。現在はこの形を取らず、 まず、ハラフ原伏雲暗黙と、本暗黙の区別をするのは、ハラフ原伏雲暗黙がそれ以外の、全軍の姉妹軍をなすとの判断があるためである。その次の段階として、上記の2種ために分ける。ジェイソン・エイダン・ロップ・デビット・ペニー、オーダー・ラネアイ・エクレアック、1 7 5七イン・チャン・ゼット・ Q ・アニマル・バイオデバーシティ・アン・アウトライン・オブ・ハイヤー、レベル・クラセファケーション・サーベイ・オブ・タクセナミック、 リッチネス。ズタクサ。ボリューム 3148. マグノリアプレス。ページーズ149から 153. オノテン。つぐ編著。雲目のトガの分類表。日本産雲類東海大学出版会。2009年。39から42ページ。鶴崎転居、天第一章系統と分類見上げ時期編。雲の生物学東京大学出版会。2000年。 3から27ページ。宮下編、P98 宮下編、P98 尾の編ちょ P31。ありがとうございます。